壁のない学校だわん。東浦町で8番目に開校した宇野里小学校、現在児童数は405人。自主性を大切にした環境でのびのびと勉強に遊びに取り組んでいるんだわん。早速学校に潜入。あれ、なんだかみんな楽しそうに本を読んでるけど、先生、これは？これは宇野里小学校のニコニコ団活動といって、高学年が低学年のペアを作ってお世話をする活動です。今日はペア読書で高学年が選んだ本を低学年に読んであげています。さらに給食の時間は、わお、こんな広いところでご飯を食べているんだまん。ここでも低学年と高学年が仲良しだまん。確かにみんなニコニコだね。宇野里小は授業風景も一味違うわん。おお、教室に壁がないんだまん。さらにチャイムも鳴らないんだって。校長先生、なんでですか？時間的な自由、空間的な自由、これを通して主体的に行動できる子どもたちを育てたいと思っています。なるほど。そんな児童が中心となって活動しているのが児童会。そしてその児童会から生まれたのが、なんと100通以上の応募の中から選ばれたうのっぷは、学校を盛り上げるみんなの人気者なんだわん。さて、ここで問題。宇野里小学校の教頭の青木です。宇野里小学校の校章のモチーフが宇の花だということは知っていますよね。ここで問題です。校章に書かれている宇の花の花びらは6枚である。答えは×です。こちらをご覧ください。このように5枚の花びらです。春になったらたくさんの宇の花が校庭に咲きますので、皆さん見てくださいね。